マリオシリーズ、マリオカートシリーズ、マリオカートアーケードグランプリ、マリオカートアーケードグランプリは、ニンテンドが発売した、マリオカートシリーズのアーケードゲーム版である、バンダイナムコゲームスが開発。2005年12月中旬から、稼働開始。続編にあたる、マリオカートアーケードグランプリには、約1年3ヶ月後の2007年3月中旬から、稼働開始。 2013年7月25日には約6年に4ヶ月振りの完全新作マリオカートアーケードグランプリデラックスが稼働開始アーケード版ではマリオサーキットレインボーロードに相当するコースが存在しない作品があるクッパキャッスルのみすべて存在する本作と自作にはマリオサーキットに相当するコースが存在しないアップデートで追加されたものを除き 過去作のコースのリメイクとなっている。過去作のワリオカップ、パックマンカップ、レインボーカップに相当するコースは存在しない。家庭用のマリオカートには登場しないアイテムが多数存在する。ここではそのうちの一部を紹介する。また、ここでのアイテム名後のにはアイテムタイプが記される。また、丸のついたアイテムは家庭用にも全く同じものが登場するもの。 マリオカートダブルダッシュ。における、スペシャルアイテムと同類のアイテムで、1ではカップで優勝すること、2では、マリオコインを集めることで入手できる。デラックスでは廃止され、一部は通常アイテムとして、卵スロットで入手可能。アーケードグランプリデラックスの、2人で協力モード、プレイ時にのみ登場するアイテム。1人が、運転、1人が攻撃を担当し、 それぞれの合体カートごとに放てるアイテムを発射して攻撃することができる。また、使用中に専用の BGM が流れる。なお、このアイテムは使った側が攻撃を担当する。タックメダルを一定数集めることにより合体カートがパワーアップしていく。なお、新しい合体カートを手に入れるとそれまでのタックメダルはリセットされる。また、 第2回アップデートにより、合体カートに体力ゲージがつくようになった。攻撃を受けるとゲージが減り、空になると強制的に合体が解除されてしまう。合体カートは現在6号まであり、6号に到達するにはタックメダルを合計380枚集めなければいけない。以下は合体カートの一覧、ありがとうございます。